モテギ前作は、日本の陸上競技選手、スポーツ指導者、教員。山形県役味郡元竹村の出身で、山形県初のオリンピック選手である。また、第1回箱根駅伝で、最終10区を走り、11分52秒差を、覆して、東京高等師範学校を優勝に導いた。1893年12月10日。 山形県薬味郡元縦村大和里与原に生まれる。茂木家は農家で前作は三男であった。当時はまだ農家の三男が普通に学校に通える時代ではなく、晩年の茂木は両親や兄弟にいつも感謝していた。1913年に山形県市範学校を卒業する。山形市範では中等学校の中距離総大会でトップを取っており、 山形県マラソン競争では4年連続で優勝を果たした。その後、わらび岡神社を高等小学校に赴任する。刺激は自転車を持っておらず、元立の自宅からわらび岡省まで毎日走って通勤し、夏休みには学校近くにある小物木神社の520段の石段をトレーニングに利用していた。また、わらび岡省勤務時代に、 不評第32連隊で6週間の閉園駅に従事し、当時の記者は遅すぎても手際は乗っていられず、走っていったことから、連隊の幹部に、先生走ってきたかやと声をかけられた。プライベートでは、この頃結婚している。1918年、工学審にかられて、東京高等師範学校に進学する。入学して、すぐの校内長距離競争に適位に入賞し、 注目を集める。ここで金栗り43と出会い、その門下生として鍛えられ、長距離走選手として、頭角を現す。1920年2月、金栗らが企画して開催された第1回、東京箱根間往復大学駅伝競争に、東京講師代表として、出場、10区に出走した。東京講師は、袋スタート時点で、トップと8分27秒の差がついており、 刺激がタスキを受け取った時には11分52秒に差は拡大していた。それでもモテギは力寄し、終わり町でトップの明治大学を捉え、明治大と25秒の差で優勝した。1920年アントワープオリンピックの日本、選手団前列の左から2番目がモテギ前作、右隣に、カノージゴロウ、後列右端にカナグリ43。 同年のアントワープオリンピックの日本代表に選出されたことで、モテギは山形県発のオリンピック選手となった。マラソン、日本代表には、モテギ、金栗に加え、モテギと共に第1回箱根駅伝に出場した三浦弥平と、後に箱根ランナーとなる矢島健三の4人が選ばれた。オリンピック出発前の5月に山形へ帰省し、親族や友人らに、 出発前の挨拶を行い、母校の山形市販や山形新聞社にも立ち寄った。5月14日に横浜港を出港してアメリカ経由でアントワープへ向かった。8月のアントワープオリンピック本番では1万メートルとマラソンに出場し、1万メートルでは予選3組で12位、マラソンでは2時間51分09秒4で20位であった。マラソンの当日は、 豪雨で雨の闇感を見て、レースが始まったが途中で雷雨に見舞われる、悲惨なものであった。なお、モテギの登録名は、前作モテギであった。1921年の第2回箱根駅伝にも10区で、出場、同年5月には、上海市で開かれた第5回極東選手権、競技大会のマラソンに出場し、2位を獲得している。モテギにとって、ようやくつかんだ栄光であり、 金栗四十43をはじめマラソン仲間から祝福を受けた。1922年の第3回箱根駅伝は5区で出場し、区間2位であったが、早稲田大学の麻生岳春にも追されている。その他東京講師在学中は、800メートル1500メートル1万メートルで日本記録を樹立している。1922年3月の東京講師、 卒業後は直ちに教師となり、水戸高等学校所教授を務めた。茂木は学生スポーツの強化に乗り出し、特に対外試合を重視する方針を取り、選手の育成に努めた。茨城県では1931年から1938年まで体育主事を務めている。その後、満州国へ渡った茂木は、満州国体育協会理事を務め、 1933年には、監督として、満州国の陸上競技選手14人を率いて、日本に渡り、各地で大会に参戦し、明治神宮体育大会を観覧した。同年11月7日、大日本体育協会の専務理事会に、満州国体育協会理事として出席し、極東選手権競技大会に正式参加でなくとも、招待形式の参加で満足することと、 満州国参加問題で日本が極東選手権不参加または脱退することを望まないと発言した。この発言は中国の反対で極東選手権に満州国が参加できない情勢で大日本体育協会が招待形式の参加を検討していたことへの追認を示したものであったが翌1934年2月10日に満州国体育協会は この発言を取り消して正式参加を求め3月12日には日本側に満州国の正式参加を実現するか脱退して新しい大会を開くように求めるという波乱の種となった一方の本業では旅順工科大学助教授の後1934年に吉林指導大学教授に就任した後1943年に 聖徳指導学校の校長となった。1946年に満州から引き上げ、故郷の元建てに戻り、農業に勤しむ傍ら、日本体育協会役員や山形県、縦断駅伝競争審判長を務め、山形県のスポーツ振興に寄与した。しかし1950年に脳梗塞で倒れ、その後は長い闘病生活を強いられ、娘と同居した。この間、 1964年東京オリンピックのために上京した金栗43がモテギの家まで訪れ談笑した。またアントワープオリンピックに一緒に出場した斉藤健吉は何度かモテギに会いに来ている。1974年12月24日午前9時、心不全のため酒田市内の6女の家で、逝去、81歳であった。 国別式は12月26日に、坂田市の上福寺で営まれ、墓も上福寺にある。妻、カウは中学校教師をしていた。コートは、わらび丘か小勤務時代に結婚し、東京講師に進学した時にはすでに二人の娘がいた。カウは、山形に残って子育てしながら、モテギに送金を続けたため、生活は苦しかったという。 晩年のモテギと同居した六女は、背が高く筋肉質で、真面目で優しい性格であったと印象を語っている。身長185センチメートルと当時としてはかなり大柄で、相撲部と柔道部からも熱心な勧誘を受けた。勧誘合戦は白熱し、時には高級料亭や喫茶店でもてなされることもありモテギは、心が揺れたが、マラソンは捨てがたく、 結局とホブへの入部を決めた。千葉県防州での柿合宿でも高身長ゆえ地元の農家を驚かせた一方、あれでは気の毒に養子の口はあるまいと言われて恐縮してしまった。多くの選手は走る前にはあまり食べないようにしていたが、モテギは退職間で親子丼3杯を平らげて、まだ2、3杯は食べられるような余裕の表情を浮かべていたという。 長距離選手として、なお馳せたが、読売新聞のオリンピック選手紹介では、円盤投げでもやり投げでも、投てき種目ならどれでもうまいと評されている。アントワープオリンピックに出発する直前、1920年5月9日に、モテギは母校の山形市販を訪れ、後輩に、マラソン練習で注意すべきこととして、以下の4点を語った。 腹8分で止めること足を冷やさないこと練習後は入浴と自己マッサージをし、うつ伏せに寝ること心に邪念のないようにすること東京講師の校内長距離走で9位に入賞して以降、マラソン練習を本格的に始め、普段は夕食の全員1時間走り、夏休みには毎日3里を走り込み、冬は行動の中を足が痛くなるまで走り続けた。 アントワープオリンピックでマラソンがあることを知ったのは1919 19年11月のことでぜひとも出場したいと思い金繰り43と共に激しい練習を積んだ。刺激は日本代表の勝ち見はまずないと思っていたもののマラソンに関してはオリンピックの予選会でモテキ自身2時間36分という世界レベルの成績を残していたので多少の自信はある。 と山形新聞の記者に語っている。モテギの走りは豪快でダイナミックな奏法と表現され、誰にも真似できなかった。アントワープオリンピックでの成績は振るわなかったが、極東選手権では銀メダルを獲得した。当時、岩手県出身の船三船久蔵が柔道界で、山形県村山地方出身のではが、学文次郎が相撲界で、 秋田県出身の白瀬信が南極探検でそれぞれ日本中の注目を浴びており、茂木は省内地方からも活躍する人物を、との思いで執念を燃やしていたのであった。大浦止氏とは東京公子とホブの仲間であり、ある時一緒に走っていたが日が暮れてしまったので、刺激がペースを上げると大浦はついていくことができず、泣きべそをかきながら帰ってきたというエピソードがある。 またある時には、日光東京間を走破する練習中、宇都宮で雨に降られ、杉並木に避難したが、頭にはパンを入れた風呂敷を被っていたため、刺激も大浦も泥棒に間違われるという経験もしている。長距離選手の育成を期して、モテギは坂田氏に寄付を行い、これを受けた坂田氏は1967年に、モテギ杯ハーフマラソンを創設した。 モテギハイハーフマラソンは2011年まで45回、継続開催された後、2012年より、坂田津屋姫ハーフマラソンに、改名の上続いている。故郷の坂田市元立地区では、妻の買うの寄付金をもとに、モテギ全作検証会を設立し、1965年から、地区の運動会で、モテギ全作検証マラソン大会を開催。 坂田市巡回駅伝競争大会で元立チームを応援するなどの活動を通して、モテギの功績を後世に伝えている。ありがとうございます。